鳥井辛井神社は、群馬県沢郡玉村町にある神社。式内社、上野国八宮。旧社各は豪社。利根川右岸に鎮座しており、左岸に鎮座する、静神社に対して、下の宮と称される。主祭神廃止新社殿では、第十代主神天皇元年の創建という。その後、慶光天皇の第二東国に派遣されたも諸別王も、当社を採取したと伝える。 当社の宝塞士族は、人心の乱で功を成したスケアジ氏と考えられている。鎮座地の地名、下の宮は、当社に由来するとされており、利根川を挟んで、上の宮の首都リ神社と対峙するが、中世の利根川編流まで両者は地続きであったという。国心の所見は、日本語記、延暦15年に、鴨神社、三和神社と共に、縄から雷神を感謝となすという記事である。 これら三神はいずれも大和地方からの感情と見られている。縁技式神明帳では、上野国名場郡に、辛井神社と記載され、式内社に列している。日本語記、縁技式いずれにも、名場郡と記載されるが、この文は、沢郡の前身にあたる。長元三年の上野国交代実録帳には、正に辛井名神社と記されるとともに、神官一堺、鳥居一旗、 若き一ぐると、記載がある。また、上野国新名町では、創者本では、鎮守十社の八番目、一宮本では、鎮守十二社の十番目に、十一位からい大名人と記載されている。南北朝時代成立の新東州では、八宮を、花場の上野宮、平井人とサるすと、記載があることから、当社は、上野国の八宮であったと見られている。また同州によると、 当社の本事物は国造菩薩であった。中世には名橋、日田市から数計され、政治には四朝四方の社域を有したが、名橋衰退とともに当社も霊落したと伝える。近世には天神信仰により唐井天神社と称された。明治5年7月、近代社格制度において後者に列した。本殿は三権者流れづりで、 江戸時代の商法2年に造営され、以後修復を繰り返した。上記のほか、旧暦10月末の馬の日午前0時から旧暦11月初馬の日の夜明けにかけての13日間、特殊神事、無味、末期後神事が行われる。神事は上岸4年に始まったと言われる。旧暦10月末の馬の日の牛国に秘密神事を行い、当家を用いずほの声でのりとを創上する。 その後は、旧暦11月初馬の日まで、神社紙面に締め縄を張って、一切の立ち入りを禁じ、うじこもなり者、交渉を禁じられる。この神事は、五国宝穣と災難余けを祈るもので、古代の祭りの様子を伝える神事であるとして、町の重要無形民族文化財に指定されている。所在地周辺、ありがとうございます。